若者と一緒に育てる多いお茶まろやかシリーズから、爽やかなレモンの香りとみかんの甘みが香る秋冬仕立ての緑茶飲料、伊藤園より2024年11月18日に日本全国で秋冬限定発売した多いお茶まろやかシリーズから、柑橘の優しい香りで冬の訪れを感じる多いお茶まろやか柑橘緑茶、開けていきたいと思います。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、宇和田だよ、本日もよろしくお願いします。ではいただきます。爽やかなレモンとほのかなみかんの甘い香りを感じる秋冬仕立ての緑茶飲料です。国産茶葉に2種の国産柑橘を合わせることで、お茶の甘みと柑橘の香りをバランスよく感じる優しい味わいに仕上げました。食事中はもちろん、仕事や勉強の合間などリフレッシュしたい時やリラックスタイムにもおすすめです。パッケージは淡い黄色を基調に、柔らかな柑橘のイラストを加えた温かみのあるデザインを採用しています。柑橘緑茶、清涼飲料水、内容量は 600ml、 希望小売価格税別180円、税込み194円、販売地域は日本全国。アレルギーは使用していません。エネルギーは 100ml あたり 0kcal です。評価は4です。無果汁なので柑橘緑茶とは書いてるものの、香りをね楽しみたいっていう方にはおすすめだと思います。味わいはほぼほぼ緑茶で、香りが柑橘のレモンとみかんの香りがふわーっと漂ってくる、そんなお味となっておりました。ぜひ甘みのある香りを加えた緑茶が好きな方にはぜひ楽しんでいただきたい商品となっておりました。伊藤園から多いお茶まろやか柑橘緑茶、レモンとみかんの香りを緑茶で楽しみたいという方にはおすすめのお茶となっておりました。ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。ではじゃあね。